大塚国際美術館は徳島県鳴門市の鳴門公園内にある東半複製画を中心とした美術館。運営は一般財団法人大塚美術財団と福島88系に選定。大塚製薬グループが創業75周年事業として1998年に開館した美術館で西洋名画等オリジナルと同じ大きさに複製し、 展示する当は名画美術館である。延べ床面積は29,412平方メートルで、開館当初は美術館として日本一を誇ったが、現在は2007年に開館した国立新美術館に次ぐ日本第二位である。美術館の年間来場者数は約42万人。建築費や各絵画の使用量などを含め、総工費400億円。 坂倉建築研究所が設計し、竹中工務店が施行した。美術館マップガイドや館内、ホームページに掲示している、初代館長、大塚製紙が、1998年3月に、記述した、一握りの砂や、2018年12月31日に、徳島新聞ウェブ版が報じた記事に書かれているが、この地に、 東藩画の美術館が建設されることになったきっかけは1971年、大塚グループ各社の相談役だった大塚製紙の下に、末程の大塚正都美らが訪れ、鳴門海峡に面した砂浜で採取した砂デタイルを作る事業を提案。コンクリートの原料として、阪神方面に売られていた徳島の砂に付加価値を高めて販売することが、 大塚や徳島県のためになるとの考えからであった。そして1973年、タイルを製造する大塚大見業を大阪に設立するが、その年に第一次オイルショックが発生した景気が低迷。受注のなくなった大塚大見業の技術を活かすべく、当藩に絵を描いて、美術品を作ることを思いつき、その技法を確立。後に、大型美術当藩家に成功し、 その技術の集大成と、大塚グループの75周年記念事業として、構想から、使用許可、完成まで10年の歳月をかけ、美術館の建設、設置に至ったものである。ナルト市を建設場所に選んだのは、第一に、ナルトが大塚グループ発祥の地であること。第二に、大ナルト橋や明石海峡大橋や神戸淡路、ナルト自動車道が完成し、阿波踊り以外に、 特段集客能力のない徳島県に人の流れをせき止めるダムの役目がある施設を両端が完成する前に建設したいと考えたからであった。しかし建設にあたり所在地が瀬戸内海国立公園内であるため建設許可だけで5年の歳月をかけたことや景観維持と自然公園法により高さ13メートル以内とするために一旦山を削り取り 地下5階分の構造物を含めた巨大な建物を作った上でまた埋め戻すという難工事を観光している。展示されている作品は大塚大見東京株式会社が開発した特殊技術によって世界中の名画を陶器の板に原寸で焼き付けたものである。オリジナルの収集に関わるのではなく自社技術を用いてふんだんに作品を複製、展示するという構想は 企業の文化事業としての私立美術館の中でも非常に得意な試みと言える。美術教育に資するべく作品は古代から現代に至るまで極めて著名、重要なものばかりを展示しており、これらを原寸で鑑賞することでその良さを理解し、将来実物を現地で鑑賞してほしい、との願いが込められている。当反複製画は原画と違い、 風水害や火災などの災害や光による色彩の対抗に非常に強く、約2000年以上にわたってそのままの色と形で残るので、これからの文化財の記録保存のあり方に大いに貢献すると期待されている。この特徴を生かし、大塚国際美術館では、写真撮影が一定条件下で許可されていたり、直接手を触れられたり、一部作品を屋外に、 展示していたりする。屋外の庭園に展示されたモネのスイレ蓮などはその性質を生かした高例である。もう一つの特徴として、今は現存しない作品や、繊細等で各地に分散されている作品を復元するなどの試みも行われている。板を組み合わせることで大型化にも対応でき、ミケランジェロの最後の審判もオリジナルの展示環境全体を再現した。 システィーナホールに展示されている。このホールは2004年5月9日、衆議院議員の後藤田正隅と水野巻の結婚披露宴が行われ、2010年2月27日にも、夫人が徳島出身である横綱、白鵬の結婚披露宴も行われているほか、2009年からは、将棋の王将戦、小畜の歌舞伎なども開催されている。 2018年12月31日には地元出身のシンガーソングライターヨネズケン氏が第69回 NHK 紅白歌合戦に中継出演する際の舞台にもなった。世界25カ国194の美術館が所蔵する西洋名画千余点をオリジナルと同じ大きさに複製し展示しているこれらの東半複製画約千余点はピカソの子則や 各国の美術館館長、館員が来日し、検品を行っている。公式 HP にて、詳細な展示作品リストが公開されている。1月は、正月明けに連続休館あり、8月は、無給団体割引、障害者手帳割引、公式サイトからのネットチケット前売り券あり、大塚製薬工場、大塚製薬、大塚科学、大宝薬品工業、 大塚倉庫、アース製薬、大塚大見東京、大塚食品、大塚電子高速バス、鳴門公園口バスストップより、鳴門公園内の四国の道、遊歩道を徒歩25分程度、2015年12月1日までは遊歩道直結の1階で入り口があったが、閉鎖された。遊歩道経由で正面玄関まで行くことは可能で、あるが、山の遊歩道のため、道が、 少々険しく時間も伸びた。美術館から渦の道や館長船乗り場までは徒歩、路線バスタクシー等で移動か宿泊施設から美術館までの送迎を行っているところもある。ありがとうございます。